町会は、海上自衛隊の護衛艦。混合型護衛艦の4番艦。艦名は、町会山にちなみ、旧海軍、マヤ型砲艦2番艦、鳥海、高尾型重巡洋艦3番艦、鳥海に続き、日本の艦艇としては3代目。町会は、 中期防衛力整備計画に基づく平成5年度計画7200トン型護衛艦2316号艦として、石川島張間重工業東京第一工場で1995年5月29日に寄港され、1996年8月27日に浸水、1998年3月20日に収益し、第4護衛隊軍第64護衛隊に、 編入され、佐世保に配備された。先の同系艦3隻が、それまでの従来型ミサイル護衛艦の建造で、実績のある、三菱重工長崎造船所製であったので、建造技術工場の均質化を図るべく、石川島張馬にも、当番の機会を与えたのだとされる。しかしながら、春工の4年後に、石川島張馬東京工場が閉鎖された上、 次級である、アタゴ型護衛艦が2隻とも、三菱重工長崎造船所で建造されたこともあり、本艦は、海事のミサイル護衛艦として、唯一の石川島張馬製であるとともに、2020年3月19日収益の、ジャパンマリニューナイテッド、横浜事業所磯子工場建造であるマヤ収益まで、唯一の秘密菱重工製、イージス艦であった。また本艦は、 姉妹艦の中で唯一当初よりイージスシステムのベースライン5であり民生部品による低価格化データリンクの機能向上等が進んでいた。またリンク16のアンテナを心臓時より装備しており CIWS を超重心化して弾丸の初速を増しかつ不審船などへの耐水上射撃も可能になったブロック1バイトに完走したのも本艦だ。 姉妹艦中、最初である。1998年11月4日から翌年2月10日までの間、イージスシステムの装備認定試験のためハワイに派遣。2001年5月16日から8月3日の間、護衛艦ヒエイ、サミダレと共に、米国派遣訓練に参加。2004年11月26日、テロ対策特別措置法に基づき、 護衛艦、大波、補給艦、マシューと共に、インド洋に派遣。2005年3月まで任務に従事し、同年5月9日帰国した。2007年5月16日から8月1日の、相場、護衛艦、クラマ、イナズマと共に、米国派遣訓練に参加。2008年3月26日、護衛隊改編により、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入された。 2008年9月9日から12月8日の間、BMD 機能負荷に伴う装備認定試験のため、ハワイに派遣され、11月19日、海上自衛隊としては今後に続き2度目の、RIM-161 スタンダードミサイル3による迎撃演習を、ハワイカウアイ島沖で行った。あらかじめ時刻を知らせられない、条件下で、 太平洋ミサイル支社場から発射された標的ミサイルの補足と SM-3 の発射、追尾はできたものの弾頭の機動姿勢制御装置の不具合により迎撃は失敗した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し地震発生から98分後災害派遣のため横須賀から 緊急出港する。13日には、家の屋根の一部に乗って、洋上を漂流中の男性を発見し救助した。2012年12月6日、朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星と自称する弾道ミサイルの発射に備えるため、護衛艦、金剛明光と共に、サセボから出港し、アメリカ合衆国海軍と連携して、迎撃態勢を整える。 同月12日、ミサイルは発射されるも領土内に落着する恐れがなくなったため、破壊措置命令の解除を受けて、順次撤収した。2014年10月24日、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入された。2016年6月7日から8月23日までの間、護衛艦、ヒューガと共にハワイを呼び、 米国西海岸周辺海空域で実施される、米国派遣訓練に参加した。2019年9月26日から10月4日に、かけて日目印共同訓練に参加する。佐世保から関東南方に至る、海空域をおいて実施され、海自からは他に護衛艦、サミダレ、カガ補給艦、オウミ P-1 小海域米海軍からは、駆逐艦、マッキャンベル。 P-8A、P A 潜水艦、インド海軍からはフリゲート、サハドゥリ、コルベット、キルタン、P-8A が参加し、対抗訓練、対戦線訓練、対空戦訓練、対水上射撃,対射撃訓練、対空射撃訓練、洋上補給訓練を実施する。また、10月15日及び16日には、関東南方海区域において、護衛艦、島風と共に、 日下共同訓練に参加する。カナダ海軍からは、フリーゲート、オタワが参加し、対戦船訓練、対水上訓練射撃等を実施した。2021年8月14日から15日にかけて、東、シナ海を置いて、米海軍駆逐艦、ベンフォールドと、日米共同訓練を実施した。 同年9月18日から22日にかけて、沖縄南方海空域において、護衛艦、イカズチともに、日米共同訓練を実施した。米海軍からは、空母、カール・ビムソン、駆逐艦、チャフィー、巡洋艦、レーク・シャンプレーン、補給艦、ラパハノックが参加し、防空船、対戦船、洋上補給、通信訓練等を実施した。低型校は、サセボである。 SM-3 を発射した、懲戒。ありがとうございます。